様いかがお過ごしでしょうかウカでございますというわけで今回やっていきたいと思います、えー、銃声とダイヤモンドやっていきましょうじゃあコンティニューえー、っと前回はとりあえず事件が一つ、えー、クリアしましたねエピソード4君の冴えない結末がおりましてじゃあ次行きたいと思いますはいロードやっていきましょうかじゃあ早速ねうん中村さん何か出ましたかあのー、前回の話はちょっとあので前の動画をご覧いただければと思います 終わり中央銀行ってのはただの司法銀行じゃない。ほう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 。特権階級を相手にした会員制の銀行だ。なるほどね。リテール銀行じゃない。んどういうこと地域密着型の銀行じゃないってことだ。なるほどね。不要層の資産運用や、えー、離職のお手伝いをするお金持ちの味方。はははは。最新鋭の生体認証を導入したセキュリティシステムが自慢だそうだ。ってことは結構金がすごい払ってるってことだよね。おぉ。 資産運用と貸金庫だけじゃ銀行,は銀行は維持できない。普通はな。どういうことなんか違うってことか。だから。この話にはちょっとしたからくりがある。尾張中央銀行の母体は NSSK。NNSK。地元資本の警備会社。ほう。名古屋ネット総合警備。うん。名古屋をスイスに行ってスローガン聞いたことは全然。<laughs> ありませんね。でも想像はつきます。スイス銀行をモデルに海外資本を集めるって青写真ですか まあそんなところだ地域の活活化えっ、ー、活性化を目指す、えー、新規事業って名目で自治体からも金ああなるほどねはい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 募集から、えー、会社800人結構あるね年会費は100万マジか他校での、えー、予算残高が5000万以上それが入会の条件だはっはーなるほどね日本人はやっぱりお金持ちってこと日本人とは限らないスイス銀行を目指すならまあそうでしょうね世界的にね ははあ、なるほど。裏の情報はうん。出るのかなそういうのって。グレンはなぜわざわざ採空に地図を託してんそうだよね。本来直接言うべきだよね。電話とかじゃなくてさ。その答えは簡単だ。終わり中央銀行は所在地を公表して。あ、そうなの警備対策ですかだろうな。会員にしか住所を公開しないとサイトで宣言している。銀行訪問するときも完全予約制って話だ。大げさですね。信用大事ってことだ。なるほど。確かに警備は厳重だな。 銀行は山の頂上だが、麓に検問、検問所もあんのまるで要塞だって会員が言ってたよ。中村さん、会員を知ってるのネットに書き込みがあった。秘密を作ろうとすれば必ず誰かがリークする。どうしようもない。まあね、おかげで色々分かったんじゃない本当かどうか言ってみるまでわからないさ。そうっすね、鬼にすかちょっといいか。お何ですかちょっと、あのー、司令官、司令官ではないね。まあ、うん。片桐さん、グレン。グレンが言ったんだな。複数のグループが銀行を狙っている。 目的はアフリカの涙という紛争ダイヤだと確かに言いましたそのダイヤの所有者は誰だ不明ですはあ。つまりこういうことだな得体の知れないダイヤを誰かが狙っている持ち主も狙ってる奴らもまだはっきりしないそれなのにゼロカは一睡もせずに現地に向かっているうわぁああグレーの話は信じたろそれはわかってるだがゼロカのメンバーはこれ以上拘束できないまあそうだねまあ、だ直接来てるもんねなんかさっきの事件からうん 所轄の要請がなければこれ以上勝手に動けない要請があれば動けるそう聞こえました鬼塚結論を急ぐな県警が出動,要出動を要請するまで待つつもりですか落ち着け鬼塚先回りしない方がいい時もあるんだなるほど難しいな今夜はホテルえ名古屋市内にホテルを確保するそこを拠点にしよう本庁には休暇届を出す明日は全員休みを取るんだ 日付が変わればどこへ行こうと自由だ。休日だからな。うまいなやり方が片桐りさん、さすがうん、今のうち少し眠っておけ。いざという時頭が働かないぞ。頼りになる、上官ですね、本当に。上司かなあ、失礼、えー、君の、さえない結末はこれから始まるのか。大変失礼いたしました。名古屋市内。あ、もう0時半か。じゃあ俺は所轄に挨拶してくる。まあそうだね、どうせやったら。神崎は休んでくれ。 俺はこれからグレンとお合う私もどうかします。おホテルで髪を取った方がいい。何かあったら連絡するよ。そう、行った方がいいよ、これ。結局キを来るんかい。言い出したら絶対に聞かないな。どういう教育を受けてきたんだ <laughs> 言うね。親の顔が見たいそれは勘弁してくれ。お、電話来た。なんだグレンか今どこにいるどこそっちに向かってるよ。15分で到着する。わかった。検問所の手前に脇道がある。そこを左に曲がってくれ。 ああ、ーなるほどね。脇道でちょっと、でも、結構近いところまで行くんだね、でも。ようやく直接後、いろいろ聞きたいことはあるんだよ。誰が襲ってくるのかせめてそういうのは知りたいな、最低限。ああ、こんばんは。だが、ダイヤごときにそんな銀行集合襲撃すっかなっていう気がするんだよね、どっか。ああ、いいんだよ。自分から手伝って申し出たんだ。<laughs> ああ、先回りしてて言われるのは気分よくないわ。相変わらず仲いいな。勘違いしないでくれ。まあいいだろう。 ん俺の車に入ってくれちょっと話が長くなる立ち話じゃなんだからってやつだねうんどういうちょっと詳しく聞かせてよこの年末エデンボリの画廊に武器商人が集まるはいはいはいどういう話だ武器商人ってまあ聞いてくれ画廊に集まった武器商人はエデンボリと取引するエデンボリって誰うんあの仲介人ですよねはいはいはいエージェントと呼ばれる場合もあるなぜもっと早く話してくれなかった 今までずっと話してくれなかったもんね、あんまり。君たちに迷惑をかけたくないと思ってたなるほどね。その武器売買とダイヤはどう関係するのいい質問だ。紛争ダイヤモンドは重、武器の売買に欠かせない重要なアイテムなんだ。ほうほうほう。紛争ダイヤモンドってどういうことアフリカには紛争の絶えない地域がある。部族間の争いが何年も続いてる国がある。彼らは発掘したダイヤで武器を武器を購入して戦う。 紛争を起こすために売るダイヤモンドだから紛争ダイヤモンドってわけね。なるほどなるほど。ブラッドダイヤモンドと呼ばれることもある。そのダイヤモンドをエデンボリと音が密売するってことそれはちょっと違う。エデンボリは直接売買には関わらない。武器商人はダイヤをエデンボリに渡す。代わりにエデンボリは商人のために武器を手配する。皆川組の村瀬もエデンボリのルートで武器を密売した。なるほど。村瀬は金儲けのためにエデンボリにうまく取り入ったってわけね。 まあ、そういうことだ。でも、村瀬は殺された。そうだね、野村に。そして今度は、えー、近藤組がエデンボリに近づこうとしている。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、なるほどね。この写真を見てくれ。ほう。えー、紅林大悟。はい。関西で暗躍する近藤組の若頭。なるほどね。うん。銀行からダイヤを盗んで、エデンボリに、エデンボリに取り入ろうとしている。はぁ、あ、はぁ、あ。日本のギャングは大事な金鶴だ。エデンボリもダイヤを持ってくれば悪い顔はしないだろう。 この話には CIA が絡んでるのかこれ答える。悪いのにつかその質問にはまだ答えられない。いつか話してくれるのかああ、約束する。まだ話せないんだなうん、わかった。話を続けてくれ。う、は、ん、あ。アフリカの涙。あれはただの紛争ダイヤじゃない。90カラットで時価30億 ?30 億はあなるほどね。最低でも30億。60億で欲しがる人間いるだろ。なるほど、そりゃ銀行を襲う。 うん、あのー、なんだろう、動機にもなるわ、ある意味。奴らは明日銀行襲撃する。なぜそのことを知ってる確かに。厳しい追及だな。なんで分かった。正直に話すよ。四谷にある近藤組の事務所に盗聴器を仕掛けた。はぁ、あ、え住居不法侵入。聞かなかったことにしよう。ダイヤの持ち主は誰だ悪いな。それをまだ話せない。はぁ、あ、全然話せないことまだ多いじゃん。いいんだね。うん。悪いな、神崎。口を挟まないでくれ。えでも、グレン。 話せない事情があるのは分かった。うん。た、だが一つだけ確認しておきたい。君の目的は何だどういう意味だ君はもう警察を、そう、やめた、うん。警察ではなくて、まあ、あやめたんだよね、一応は。まあ、そっか。民間人が立ち入れるような問題じゃない。なるほどね。誰のメールで動いてるんだそうだな。もう隠せないな。話してくれ。いいだろう。誰俺は今、FIB か ?FBI だ。FIB は、あの、グラセフだ。 なる、FBI、CIA とか、とかじゃなくて ?FBI。はあ、本当の話か。本当だ。あのダイヤは戦争の火種になる。紛争に巻き込まれる罪のない人間を救いたい。紅林の犯行を阻止すれば、エデンボリの手にダイヤは渡らないんだ。なるほどね。間違いない。だったらみんな捕まえちゃえばいいじゃない。まあそうだ、ね、まとめてやるってわけでも。そういうそれができないから苦労してんだろまあ確かにな。日本の警察は手を出せない。なんで 理由は話せない。また分かんないのか正当な捜査。はああなるほどね。うあん。だが一方で日本の警察に正式に協力を要請することもできない。だから、その、なんだろう、う。なんていうか、こう、正式な警察官ではない鬼塚に協力を要請したわけだね。なるほど、なるほど。はあ、はん、あ、そういうことね。関係図更新、ちょっと見ておきましょうか。まあ、あんま大きくないね。紅林って音がいたんだね。関西を仕切るえー、広域暴力団、近藤組の若頭。 えー、貸金庫にあるアフリカ金庫を狙って、終わりぎ、終わり中央銀行の襲撃を計画。なるほど、なるほど。わかりました。はい。お、もう2時もあって、結構経ったね。そんな夜中に。愛知県警本部。横田光一さん。いやいや、お待たせしました。県警の横田っす。ああ、なんか変わったな、ま、変わったっていうか、普通か、ありえー、警視庁ゼロカの片切りです。お話をお伺いしました。銀行合同ですか物騒な話ですな。協力を要請したい。 分かってます。分かってますよ。ただ、今の時間は捜査官が手薄になってしまして。こう、恐縮で、まあ、こんな時間にね。事情は承知してます。何も起こってない事件に捜査官を手配するのは難しいでしょう。難しいも何も。も正直、私にはそんな権限ないわけで、上の者が出るまでどうしようもないっす。いいでしょう。ここで待たしてもらいます。あれあれ、よかったな。待ってもらうのは構わないんですが、まだ2時ですよ。本部長は何時に 指示には出てきます。出直しましょう。じゃあ指示に、恐縮です。お役に立てなくて。はあ、なるほどね。まあ、それ2時からずっといるのも大変だよな。協力って何を協力す、何をすればいいのはあ、銀行警護、すでに俺たちは FI、FBI じゃない。県警の要請がなければ身動きが取れない。手帳はある。パトロールだと言えば、検問を通過できるやつだ。はあ、なるほどね。うん、これを見てくれ。何 山のふもとに1つ、門の前に1つ、検問所が二つある。はあ。おまけに銀行の敷地は高い塀で囲まれてる。塀には高圧電流が流れてるから森から侵入は無理。すごいね。この地図をどこに入手した近藤組の事務所だ。盗聴器を仕掛けるときにそうだ。窃盗に盗聴。どうする神崎。どうもこうもないわ。今の話だけ聞こえなかったから。おー、気遣ってくれるね。だ、そうだ。感謝するよ。パトロールって話で検、 パトロールって話で検問を通過しようとした。そこからどうするまあそうだね。俺を車で敷地内に運んでくれ。人えー、一回り見回ったら引き返していい。その後は俺一人なんだかする。銀行の中に一人で残るつもりかああ、そうだ。大丈夫なのそんなの。<laughs> ああ、何も聞こえなかったってね。なるほどね。頼む。うん。バレたら懲戒免職。そうだよ、協力したっていうのはね。やめるときは一緒だ。おおかっこいいね。<laughs> 気休めにもならないと。 なるほどね。グレーを中に潜入させるのが俺たちのやることなんだね。あ、早速もうやって。こんな夜中に。誰ですこんな時間に。あ、まだいるんだ、警備員の人。ああ。警視庁の捜査一課です。何か事件ですかああ銀行に爆発物を仕掛けたと電話が入りました。いたずらだと思いますが、念のため調べさせてください。それはご苦労様です。今すぐ開けます。お、開けてくれた。よかったー。うい。 厳重だな、にしても。もうこの時点で塀が高いもんね。よくやった。うん。これで私も犯罪者の仲間入りね。懲戒免職じゃ済まないかもよ。不法侵入だからね。うん。気にするわよ。まあ、嘘ついちゃったもんな。完全になんかそんな、爆発物仕掛けられたなんて。これ二つ目の門かな多分。下から連絡がありました。警察の方ですね。門う開けますから、そのまま入ってください。おー、開けてくれるんだ、ちゃんと。でも厳重だな、これでも。うーおーい。 これでもう到着かな警視庁の方ですってわざわざ東京からですか銀行に爆弾を仕掛けた通報がありました。こんな時間に恐縮ですが、案内してもらえませんかうん、敷地の中には誰も入ってません。爆弾を仕掛けるなんて無理な話ですよ。悪質ないたずらだと思いますが、念のために。うん、わかりました。あ、いいんだ、ありがとう。こうやって回ってる間に、だからグレンが、おーなるほど。この間にグレンが潜入するんだな。 監視室は2階になります。こちらの、おな、ちゃんとだから警備もしっかりして。わーお、監視室です。24時間体制で銀行の中をカメラで監視してます。こんな夜にもあー、90台結構あるね。マルチモニターで30秒ごとにカメラを切り替えます。監視してる人数は ?2 人です。なるほど。なにこれ銀行の見取り図ですかそうです。ほうおう。おー。あ、縦になってるわけね。2階。 一回、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 二回、一回、三回と。深いな、地下三回まだあんの。西側が従業員の事務室は2二階がね。なるほど、なるほど。その貴賓室。ほい。何するのですかここ、お客、あぁ、くつろぐスペースね。ご存知ありませんかうちは会員制の銀行です。エグゼクティブ専用と言い換えてもいいでしょう。なるほど。そのヘリポートはヘリポート遠方からのお客様はヘリを利用される方もいらっしゃいます。はあなるほどね。 そのなんだろう、だからヘリポートから来たときは、その事務所を通らないとダメなのかな、きっと。だからそこで、なんかもうボディチェック的なやつやんのかな、もしかしたら。当銀行は警備シス,警備のシステムを全て最,最先端です。で、漢字の金庫はどこにあるかそうだね。地下に、3箇所、はい。あ大金庫が地下1階。はい。地下2階、地下 3, 地下3階が、えー、お客様にご利用いただく貸金庫です。なるほどね。専用エレベーターをしよう。ご本人しか乗れません。へー。 生体認証かなセキュリティは万全ですよ。生体認証って何ですバイオメトリックス認証。声や指紋や静脈で本人のし、本人を識別する。なるほどね。具体的には。企業秘密。あー、なるほどね。うん。刑事でもダメ残念ながら。二つあるのはな、これな。ご予算に合わせて選べる。あ、地下3階になれ,なればなるほど厳しいみたいなね。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。セキュリティ機器のメンテナンスにはコストがかかります。あー、なるほどね。うん。 特に厳重だってことが。なる、レベル3の金庫にはご本人しか入れない。はあ。地下3階の貸し金庫のことです。我々はレベル3と呼んでます。なんかそれ、ワンピースみたいな。<laughs> あったよね、インペルダウンに。うん。いや、いいんですよ。それにしても、こんな遅くまで検査も大変だ。我々は昼夜交代制だから、まだいいですね。交代は何時ですか銀行が開くのが9時。我々の警備そのものは、警備のものは8時に交代します。なるほどね。はあ、はあ 特殊な銀行だから休みなんてないんです。爆発物、爆発物を仕掛けるなんて無理だってことが分かっていただけますよね。ってことは、まあ、いたずらですね、と最初から分かってんで。だってそんな通報なかったんだもん。すごい銀行ね。あんな人間中ならダイヤを盗むなんて無理じゃないどうかな。少なくとも爆発物は持ち込める。どうやって簡単だよ。会員になって貸し銀行に預ければいい。なるほど。そうかな。あそこのセキュリティは本人かどうかをし、は、あ、 機が判定すするるだけだけ違法行為をななんてないまあ、あくまで可能性の話だ。それより脇石に戻って少し眠っておこう。無理よ。寝れそうにないわ。まあ、寝れねえよな。寝るんかい <laughs> 寝ちゃうっていう普通に。まあ、疲れただろうね。朝かも。うーん、まあ仕方ないよね。朝になっちゃえばね。どうしたすいません。寝てましたうん。いや、眠れないな。そっちはどうしたグレンと話しました。 近藤組の連中が今日、えー、銀行を襲撃します。近藤組。確かな情報か間違いありません。県警は動きますか微妙だな。本部長が出てくるのは死にすぎだ。できるだけ早く出動するようにお願いしてください。分かってるよ。だが念のため、北村には頼んでおこう。北村ってのがあれですよね、あの、スナイパーの。うん。あの、SIT か。SIT の、こう、対象みたいなね。うん。こっちにいるんですか。あ、すごいね。 わざわざ残ってもらって。じゃあな、また連絡をくれ。どうすんのこんな時に東京で立てこもり事件起きたら。そう何度も起きないか。7時10分、名古屋市内。あ、これはあの、あれだね。あのー、ホテルの前だね。うん、県警に行ってる。先に現場にて向かってくれと電話が入った。終わり中央銀行ですね。そうだ。運転は任せてください。うん、それはいいんだが、その犬はどうする助手席に乗せます。大丈夫そんなの犬は苦手ですか ああ、ちょっとな。苦手なんだ。<laughs> 中村さんにも意外と可愛いとこあるんですね。どういう意味だ失礼しました。じゃあ出発します。行くよ、モッケー <laughs> 苦手なんだ。<laughs> 犬苦手。まあいいけどね。さあ、というわけでじゃあ一旦次回へ行きましょうか。グレンからの連絡来ました。お楽しみに。じゃあね。甘い玉だったように見えたんだが。がさあどうださあどうだあーくそくっそ、今の よいしょ今度こそ行け行け行って行って行ってやったー <laughs> ついに来ましたー風見ついに初ホームラン皆様お待たせしましたこれかみ、これがコメントで言ってたライナー制度ホームランってやつだね。打てるんですね、風見。えー、今まで打っ